こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日はですね、定番中の定番、セックスって何？その定義についてお話します。セックスは子供を作るための作業とか射精とかオーガズムとかパートナーとの、愛情確認とか愛することとかいろいろ人によって違うと思うんですね。でもこれは最低限押さえておいた方がいいよみたいな、一番大切なセックスとは何か、人間のセックスね、何か、これはですね、セックスはコミュニケーションツールです。深い部分でのコミュニケーションツールです。だからこそ学ばないといけないし、相手のことも考えなくちゃいけません。セックスのことを言葉で話して理解しないと分かりません。だからこそセックスは言葉でするコミュニケーションツールじゃないんで、そこが難しいんですね。で、言語体系って学ぶじゃないですか。例えば私イタリア語だからイタリア語学ぶわけですよ。イタリア人とコミュニケーションしたいからね。で、まあ、例えばコンピューター用語っていうのもあって HTML とか、CSS とかブログとか作る人は分かってるかもしれないですけど、コンピューターを触る、コンピューターのプログラムをするとかするになると、そういう言語を学ばないとコンピューターって使えない、コンピューターのプログラムってできないですよ。で、だからツールなんです、コミュニケーションので。その例えばその私がイタリア人といくらコミュニケーションしたいと思っても、イタリア語を何にも分かってなかったらやっぱコミュニケーションできないでしょ。だからイタリア語勉強するわけじゃないですか。それと全く同じで、セックスも学ぶ必要があるんですよ、コミュニケーションツールとして。でもみんななんか、みたいな、なんか欲望の山もやってればうまくいくんじゃないので、欲望のままイタリア人となんかコミュニケーションできませんみたいな、外国人とコミュニケーションできません。だから言語ツールと同じだと思っていただけるとすごくいいと思うんですよ。だからなんか私がセックスのことばっかり話してておかしいんじゃないのって思うのは、いやいや、だって英語とか学ぶのってすごい時間かかるわけじゃないですか。その ABC から学んで、でなおかつコミュニケーションって言葉を学んだだけじゃなくて、相手との、まあ、例えばコミュニ相手がこう答えたらこう答えるみたいなキャッチボールみたいなのも必要なんですよ。だからただ単にイタリア語を学ぶんじゃなくて、相手が話してることも理解しなきゃいけない。相手が、だからセクシャリティも同じで、相手が欲しいことを理解して、そこからまたキャッチボールが始まるわけです。だからただ単に自分がセックス上手くなるって言って自分だけの問題ではなくて、コミュニケーションっていうのはやっぱ相手があってのものなんで、そのキャッチボールがすごく大切です。で、そのキャッチボールの仕方はすごく難しいんだけれども、やっぱりそこでも言語っていうものが人間にはありますから、言葉が喋れない人とセックスしないっていう時には、言語を使って、話し合うっていうのはすごく大切なんですよ、そのことに対して。で、なんかそんなにことしなくてもうまくいくじゃんっていう人は相当運が良かった人だと思いますよ、本当に。で、まあ、例えば、まあ、セクシャリティの問題、セックス衛生もそうだし、まあ、浮気とかもそうなんですけど、今までやっぱりそのジャンルについてお互いが話し合ってきたりコミュニケーションしてないってこともすごく問題になるんですね。まあ、もちろんタブーだから、なんか子育てみたいな、子供の小学校どうするとかっていうことと同じように話したりとか、今回の家買うけどローンどうするみたいな話みたいにね、できないとは思うんです。でもそれ以上に大切なことなんですよ。だって浮気とかあったらやっぱりあれってなるじゃないですか。やっぱその別れる理由ってそういうことが多いわけですよ、セクシャリティの問題が。だからコミュニケーションツールを学ばない2人がセックスをしている、つまりイタリア語が分かんないのに、なんかイタリア語を2人でコミュニケーションしてるみたいなもんになっちゃうわけです。そうしたらやっぱうまくいかないし、面白くないし、コミュニケーションできないからこいつ下手だなって思うだろうし、相性悪いなと思うと思います。なのでなんとなくしててうまくいくものではないんですよ、セクシャリティの問題って。で、言葉を使わないコミュニケーションだからこそ、だから言葉で補う。
で、コミュニケーションは関係を楽しくするためにするものです。だから自分のためだけでもないし、自分だけを満足させるためでもないし、ましてや子供を作るだけの手段でもないし、一方通行では楽しくないです。自分だけが楽しむコミュニケーションって、なんか自分だけなんかイタリア語喋れるような誰とも喋んないみたいなもんですよ。だいたいそうやって英会話ってやるからだいたいうまくいかないじゃないですか。でも海外とかにもうドボンって入っちゃうと英語絶対使わなくちゃいけないから喋れるようになったりとか、まあ、とりあえず友達作って片言でも話したりとかするわけで、やっぱりその相手だけが楽しくなるセックスもなければ自分だけが楽しいセックスもないんですね。コミュニケーションですから、そこはもう五分五分です。で、だからこそマナーも必要だし、礼儀作法みたいなものもあると思います。その相手を使わないとかもそうですよね。コミュニケーションしてる時だってそうですよね。いきなり電話ガチャって切らないですよね、みんな。あ、じゃあまたねとかって切るわけで、まあそれはチャットでも何でもそうです。コミュニケーションって悪い言葉を使わないとか、人を傷つけないとか、いろんなものが入ってるわけです。だからセクシャリティもまさにマナー、これも大切です。その人を傷つけないマナーっていうのは学ばない限りは、相手をずっと傷つけさせられるし、自分もずっと傷つきます。なんで楽しくなりたいならですけどね、でそのセクシュアリティ、セックスをもっと楽しく楽しみたいっていうことなら、やっぱり絆を強くするっていうことも重要だし、嬉しくなること、楽しくなることを、伝えるっていうことも重要です。そして自分の、あの相手も自分の体も好きになってあげるっていうこともすごく大切ですね。やっぱりコミュニケーションというのは、お互いが安心して嬉しくなるようなコミュニケーション、相手が理解してくれるコミュニケーションを取ると質は上がります。ということで、今日はセックスはコミュニケーションツールであること、そして学ぶ必要が必ずあること、そして簡単にそんなにコミュニケーションできないからねっていう話をしました。ご視聴ありがとうございます。ブログにも一部書いてありますので、もしよろしければブログの方も読んでください。さよなら。